回してきました5番、吉田が一気にダッシュしたんですが若林が離れている一気に短期で前に出ていった5番の吉田が前を捉えて後ろを離しにかかった2コーナーからバック吉田は一人旅になりそうだ1番の門口がまくっているが2番手、3番手愛知勢も粘っている3コーナーから2センターしかし吉田は後ろをぶっちぎりました4コーナーまたデビュー初勝利はぶっちぎってた5番、吉田拓也が圧勝ゴールイン2着争いは 2番の古田が,上が